アベ・ピエール、または、ピエール・神父、1912年8月5日から2007年1月22日は、フランスのカトリック教会司祭、事前活動家。資材を投じ、ホームレスなどの救済に一生涯を費やした。アベは、在族神父に与えられる称号であり、ピエール・神父と表記されることも多い。リオンで裕福なキート商人の5番目の子供として生まれたが、 18歳の時に父親の遺産を事前事業に寄贈し、製品を胸とするタクハ発修道会、カプチン、フランシスコ修道会に入る。1938年に司祭に除外され、1939年に修道会を出て、グルノーブルの除荷司祭となる。第二次世界大戦中はナチスによる占領下のフランスでユダヤ人を助け、レジスタンスと共に戦い。 戦後は政治活動を選び1951年に辞職するまでムルトイコールエイコールモゼル県選出の議員を務める。また議員手当を最初の救援活動センターに継ぎ込む。1949年に自らの資金でホームレスなど何らかの理由で社会に適合できなくなった人々を救済するための協会エマウスムーブメントアメヤスを設立。 全国で回収した不要品をリサイクルして販売するという独特な資金調達法でも有名なこの協会は現在フランスに115拠点世界41カ国にネットワークが広がる大きな活動となった1954年2月1日ラジオリュクセンブール局から友よ助けをこの早朝3時に一人の女性が投資したとホームレス救援を要請 前代未聞の反応を得る。この経験から彼はメディアがいかに大切であるかを理解。1980年代には、古流種が貧困者救済事業として始めた、レストデュクールレストジュクールを支持して、再び脚光を浴びる。1994年には貧困層向けの公団住宅を建設しない、大都市市長を批判。しかし1996年には、 中世主義者である哲学者、ロジェガロディを擁護して、波紋を引き起こす。批判にさらされガロディ擁護を撤回。晩年には、死は一種の影だ。死にたい。生を受けて、以来、死を望んでいたと語った。亡くなる直前まで現役として、社会的弱者の味方として尽力してきたが、肺管戦症のため2007年1月14日から入院し、22日朝、 パリ市内のバルドグラース病院で死去した。94歳であった。神父はフランス人が最も愛する有名人アンケートでも1998年にプロサッカー選手時代が選ばれるまで長年1位の座にあった。シラク大統領はピエール氏は貧困、苦難、不正義に対する戦いを続け、連帯の強さを人々に示したとその死を言ったんだ。 1>, 1月26日には、ノートルダム寺院で国葬が営まれ、シラク大統領、ジスカールデスタン元大統領、ド・ビルパン首相をはじめとする政府要人のほか、人種、宗教などを超えて多くのフランス人が参加した。ありがとうございます。